3月19日、火曜日夜10時、アベマオリジナル恋愛番組、恋する週末ホームステイ2024冬が放送。元メンズ地下アイドルのシオンが金髪ギャルルナッピを虜にする場面があった。映像、金髪ギャル&元メン地下アイドルのイチャイチャ本番組は、遠く離れた街に住む高校生たちが日本全国のデートスポットでの週末ホームステイを通じて、その中で生まれる恋模様を追う恋愛番組。スタジオ MC は、ゆい P、おかずクラブ、徳道大輝、ライス。恋捨て公式お兄ちゃんという肩書きにお笑いコンビレインボーの池田直人、そしてシーズン MC に YouTuber で、BG、ブランドディレクターの東亜と、2人組 YouTuber、ムクエナのエナピ。参加する男子メンバーは、そっぴ、近藤俊樹、高校2年生、16歳、大阪府出身、翔ちゃん、宮本翔、高校中退、16歳、北海道出身、海ちゃん、東の海木、高校3年生、17歳、大阪府出身、シオン、市原シオン、高校3年生、18歳、埼玉県出身、の4名。女子メンバーは、やーちゃん、宮城弥生、高校3年生、17歳、沖縄県出身、ルナッピ、川崎ルナ、高校2年生、17歳、埼玉県出身、ニアちゃん、平安リエ、高校1年生、15歳、兵庫県出身。告白の前日、ルナッピは気になるシオンを2ショットに誘うと、髪型が良すぎる、服も好き、カラコンも変えたでしょ、透明感が増した、と変化を褒めまくり、シオンは、誰も気づかないかなと思って、めっちゃ嬉しい、と歓喜しつつも、褒められ慣れてないからどう反応したらいいか困るんだよね、と照れくさそう。そんなシオンに、ルナッピは、確かに、反応かわいい、とさらに畳みかけた。シオンは、占い受けに行ったのよ、とルナッピの影響を受けて、会えない一週間の間に占いに行ったことを告白、ルナとは良くも悪くも普通にいい。温厚みたいな、と占いの結果を報告した。さらに、二人は告白したいか、されたいかについてトーク。シオンは、どっちも怖い、待つのも来なかったら嫌だし、まあルナ来てくれるけど。とさらりとルナッピを誘導。ルナッピは、うん。とシオンのセリフにまんまと引っかかり、セレ笑い、ざるい。わかんないよ、わかんないでしょ、と突っ込みつつもまんざらでもない様子だった。ツーショット後のインタビューでルナッピは、今一番気になっているのは、シオンくん、と回答。でも、みんな違ってみんないい、マジやばい、とまだ決めきれていないようだった。果たして、ルナッピは誰と結ばれるのか。